どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、アサヒロゴマーク事件です。今やアドビのイラストレーターを使って個人でも自由にロゴを制作できる時代となりました。自らロゴを作成してみると、他社のロゴに興味が出てくるだけでなく、ハリーポッターのオープニングに出てくるワーナーブラザーズのロゴがシリーズを重ねるごとにメッキが剥がれていくといった遊び心も感じられるようになりますね。さて、今日はそんなロゴが問題となった事件について紹介してみたいと思います。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。アサヒビール株式会社は1986年頃からアサヒのロゴマークを使っていました。米を販売しているアサックス株式会社は1991年から会社のロゴマークを作成し、自社の営業に使っていました。するとアサヒビールはアサックスのロゴが自社のロゴに似ているとして、不正競争防止法と商標法、著作権に基づいてその使用の差し止めを求めて提訴しました。アサヒビール側は、一文字目の A と H は全く同一の高さを有し、 A が極めて特殊な手法でデザイン化されている。このことからアサックスのロゴと類似していると言える。我々の営業とアサックスの営業との間に混同が生じているので、不正競争防止法に違反しており、また商標法や著作権法にも違反しているので、そのロゴの使用をやめていただきたいと主張しました。これに対してアサックス側は、アサヒのロゴが広く認識されているわけではないので、不正競争防止法に違反するわけではない、また我々のロゴは全体的に X の文字が強調されており、外観も明らかにアサヒのロゴとは異なる、また ASA の書体のデザイン的な工夫を加えたとしても著作権が発生する余地はない、よって法令に違反がないので問題なくロゴの使用ができるはずだと主張しました。そこまで。これらを受けて東京高等裁判所は、ロゴマークに類似性はないので不正競争防止法に基づく請求、商標権に基づく請求も理由がない、文字は万人共有の文化的財産とも言うべきものであり、また本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは一般的には困難であると考えられる。仮にデザイン書体に著作物性を認めうる場合があるとしても、それは当該書体のデザイン的要素が美術の著作物と同視しうるような美的創造性を監督できる場合に限られることは当然である。よってアサヒのロゴを著作物と認めることはできないと判決を下しました。
今回のケースで裁判所は朝日という文字列についてデザイン的な工夫があるものの美的な創作性がないので著作物には当たらないとしてアサヒビール側の主張を認めませんでした。アサヒビールもさぞびっくりした判決だと思いますが、似たようなロゴを作成すると訴訟のリスクが大きいということを認識しておくことが重要でしょうね。以上、エンタメフォークでした。ではまた。